どうもロシングルです。シャドウタクティクス続きをやっていきましょう。このお屋敷にね、なんとか潜入することができて、で、どこだ、これ、この巻物ね、これを持ってるこいつですね、お役人。こいつからとにかくこの巻物を盗む必要があるんですけど、この人数たるや、こんな中どうやって盗めばいいかというと、ユキの提言でこれね、この矢倉と、もしくはこの矢倉、どっちかをぶっ壊すことによって奴はその音に引き寄せられるんじゃないかと、そういう目論みですね。というわけで下に行くのもちょっとしんどかねえか、どっちがいいかね、下の方が楽か。まあどっちにしたって視界がやばそうだね。どっちがいいかな、どっちがいいと思います皆さん。上に行きますか。よし、ユキ上だ。幸いにね、ここ屋根が非常に四角になって移動できるので、このようにこれでうまいこと、うわ、二人いるぞ。とても困る問題だ。よいしょよいしょ、飛び降りて、これはいける、はい、ほほほ、よいしょ、これはここに、ほい、よいしょ、あ、やべ、あ、やべ、やっちまった、やっちまったよやべ、叫び声聞いてやっちまいましたね。あ、思わず一般人をやってしまった。あ、あ、えい、やあ、お前もか、えい、やあ、お前もだなやべ、来るぞ、えい、やあちょっと待ってこれダメだろ、祭りだまた来るねこれ、あと一人来るんじゃない、いや大丈夫か、え、嘘、嘘、こんなんでいいの、これダメだろカレーさんがない、マジか、あ、この赤いやつ来そうだね、あ、来ないか、ふう、すごい、待って、ユキ一人で何人殺した、何人殺ですか、はい、とりあえず投げとこう嘘だろマジで、ユキすげえよ本当に、登って、無限をこっちに呼び寄せる必要があるので、この視界はね絶対切っとかないといけない、ほい、よいしょ、くー、うー、これで OK かな、よし、バレてない。じゃあその間に無限がスタ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 余裕かましていきましょう警戒を怠るな、暗殺者が現れたんだ、いや現れてないですよ、何言ってんの、勘弁して、言いがかり言いがかり、さあ来るね、よしよしよし、完璧余裕でここまで来れましたね。この後だよね、裏からいけねえか、じゃあ今のうちに、やば、やば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 、よしよしよし、
うわー、こいつはやべえな。ここに来て、ちょっとあの死体の処理がやばそうだね。だね。雪の出番だ。寒い。あいつはどういう動きになるんだ。よし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 。危ない。見ないで。ほい。ノー。よし、オッケー。何事もない。何事もないんだ。すぐに対処が必要だ。終わり次第。誰の足跡だ。誰でもないよ。登ります。よいしょ、オッケー。にジャンプして、ちょ、この上見つかるんだ。どうなる。裏に行くかい、表に行くかい。表なのかい、裏なのかい。さあ、やっちまうか。ほい。最後、よいしょ、オッケー。ここまでは完璧。行かないの。行くよ、もちろん。さて、笛で。なんだ。これで呼び出しといて。ほい。よし、オッケー。寒い場所だ。ほい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 。よし、オッケー。死体運び係無限。忍忍忍。やった。オッケー、ここだね。ちゃんと動くわね。ここにかけといて。はい、素敵なメロディー。ほい。聞こえたぞ。で、やーってやって、はい、これで死ぬんじゃないかな。準備はどうなっている。あははは。いや、お疲れ様でございます。明確だ。ほい、オッケー。あ、間違えた。よいしょ、よっしゃ。ユキのね、この殺人術がやばいね。もらうわね。セーブで、やつの視界のこれがね、うー、なんで見つかるんだ。まあいいや。はーは、無限さん、忍耐あるのみだ。忍耐あるのみだ。出てこい。やるしかねえ。はい。殺が最も命を奪える技だ。風切り最高。よし、もういいだろう。すごく高い塔ね。塔の柱など我が刀の敵ではない。この作戦がうまくいけば、役人は見張りを送ってくるはず。うんうん、なるほど。シャドウモードで殺す。機は熟した。さあ、あとは無限さんの風立ちだよね。風切りで計画実行。それ、イエス。とりあえず死体をここにぶっ込んできますか。はい。とても困る問題だ。終わり次第。よいしょ。いやー、うまくいったね。はい。よしよし。
じゃあセーブして、あと使うでいいのかな。はい、セイ。何が起きておる。行け、みんなで調べろ。これはしばらく忙しくなりそうだ。やべやべ、気をつけてユキ殿。はい、よいしょ。書類を盗む姿を見られない。悪い男は傷つけない。え、全然来ない、全然来ないぞ。え、どういうことだ。あの、来ないんですけど。くる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 。とても困る問題だ。終わらせるようにいたします。もうちょいだね。いける。なんと誰か侵入した。足跡大した。やったやった。やっちまった。さあ、さっさと来てくれ。で、家。はい。足跡見つけてくれっかな。なんだろうね。はい。任務のために死んでもらう。オッケー。行けました。用心しよう。地面が滑りやすくなる。よし、オッケー。よし、オッケー。はー、早い。仕掛けがいっぱい。これユキ殿どうしよう。こうか。何か見えるぞ。油断してはならぬ。大したことじゃないだろう。今日は血を流す必要はない。オッケー、完璧。見張りがいなくなったが気づかない。この役人よ、やらないとね。困る問題だ。任務のためだ。手配いたします。雪の結晶。ほい。猫の手。よし。ほい。よし、やったわ。次は急いで出るのよ。よくやった、雪殿。では急いで馬車へと向かおう。危険から解放してくれる。うん、ちょ、うん。じゃ、我が命、上様に捧げようぞ。ドン。オッケー。あとはこいつだけ気をつければいいんだよね。はい。出口。入る。オッケー。ぼーっと立ってるんじゃないの。凍えちゃうわよ。おいしょ、おいしょ、オッケー。死体と一緒に役人と町人と一緒に馬車で脱出。牛車か。いやー、大変だった。忍び込みまでが大変だったね。盗みの技が良かった。とりわけな、いいコンビだったよね。お侍さん、ハヤト殿は才覚のある生徒を喜んで受け入れるであろう。本当かい。質問していいですか。構わぬぞ。その他の侍とは違いますよね。それは褒めているのか。はい。そう受け取っておこう。では隠れ家へと戻り、書類を調べるとしよう。はい、お侍さん。なんでちょっとこう落ち込んだ感じ出してんの。よし。いやー、ああ大変だった。まず足跡で 50m 追跡させる。北の門を開ける。赤い馬車の中に隠れる。南門を開けるとかいろんなバッジがあったんだね。でも無理です。
町人切るね、一人間違ってやっちゃいましたね、あのお屋敷の中で。いやー難しかった。うん、ユキがすごい、ユキのエースっぷり、これアムロがニュータイプに目覚めていくような感じですね。はい、というわけで見事今一応クリアいたしました。あー難しかったいやー難しいね、でも楽しい。今回は今までよりはスムーズにいけたと思います。というわけで次回もお楽しみに。アリーベデルチ。